トムスクにあるパネル工法で建てられたフルシチョフカトムスクにあるレンガ作りのフルシチョフカモスクワでのフルシチョフカの解体。フルシチョフカとは1960年代のソビエト連邦で政府によって建設された集合住宅の通称であるやフルシチョビとも呼称されている。低コストでパネル工法あるいはレンガで作られており3階から5階建てである。 建設にはその名前にある通り、ニキータ・フルシチョフが監督している。伝統的な建築手法である礎石作りは、人手が多く必要であるため、建設に時間がかかり、人口密集地である都市の住宅需要に合わせて、建設することができなかった。深刻な住宅不足を改善するために、ソ連の建築家たちは、1947年から1951年の間に、 低コスト化と完成に要する時間の短縮を行おうとして様々な技術を追求した。1951年1月、フルシチョフが監督していた建築家の会議が低コストで短期間で建設可能な技術がソ連の建築家の目標だと宣言した。二つのコンクリート工場が後にモスクワで設置された。この頃までには 試験的なデザインが実際に建設されてテストされ、コンクリートパネルによるプレハブ工法が優れているとみなされた。他の方法は放棄された。1954年から1961年にかけて、1956年以来モスクワの都市計画の責任者を務めていた技術者のビタリー、ラグチェンコがコンクリートパネル工場と短期間での建設に裏打ちされた。 大規模で工業化された工法を編み出し、試験した。1961年にラグチェンコの研究所は、フルシチョフ化の典型例となる、プレハブ5階建ての建物、K-7 のデザインを発表した。1961年から1968年にかけて、このタイプの建物が6万4000ユニットモスクワで、建設された。モスクワでは、利用可能な土地に限りがあったため、 9階建てまたは12階建ての建物に切り替える必要があった。5階建てのフルショフ化の建設は1971年が最後になった。ソ連の他の地域ではソビエト連邦の崩壊までフルショフ化の建設が続けられた。現在何百万もの建物がその設計寿命を過ぎている。フルシチョフ化のデザインは工業化されたプレハブ工法による建築物の中では 初期の試みであり、部品はコンクリート工場で作られ、必要に応じて現場へ運ばれた。設計者はエレベーターを設置するには、費用がかさみ時間もかかりすぎると考え、ソ連の安全衛生基準をエレベーターのない建物の最大の高さは5階建てまでとした。そのため、ほとんど全てのフルシチョフ化は5階建てである。フルシチョフ化には、 浴室が設置されていたことが特徴である。浴室はイヴァン・ジョルトールフスキー賞を受賞したボリシャやカルジュスカやのフルシチョフカで導入された。しかしこれはラグチェンコがスペースを節約するために考案した120センチメートル四方の座る浴槽だった。ホロシェフスキーの工場で組み立てられ完成した浴室の部品がトラックで現場に運ばれた。 建設作業員はそれら部品を所定の位置に設置し配管を接続する。エストニアのタリにあるリフォームされたフルシチョフカ一部の専門家は洗面台に便器の機能を備えさせることさえ考えたが、その案は却下になった。キッチンは小さく通常6メートルにだった。これは多くのヒエリートの住むスター・リン様式の家でも一般的であり。 その一部は専用の食堂室があった。普通の K-7 型の建物は、1部屋の家の総面積は30平方メートルで、2部屋の家は44平方メートル、3部屋の家60メートルにだった。後の設計ではさらに面積が小さくなった。K-7 の部屋は、それぞれが小さい玄関ホールにつながっていた。この上長性を考慮して設計された後の建物では、 居住者は寝室に行くために居間を通り抜ける必要があった。これらの集合住宅は小さな家族のために計画されたが、実際には3世代の大家族が2部屋のアパートに一緒に住むことは珍しくなかった。一部の建物には豪華な物置があった。実際には窓や換気のない別の寝室として使われた。耐震性については地震の発生がほとんどない。 モスクワ等のヨーロッパ側国土に合わせた低コスト建築を追求したためか極めて脆弱であり日本同様に大きな地震の発生が起こりうる極東。特にサハリン州でも同様のコンセプトのまま集合住宅建設を推し進めた結果1995年5月28日のネフチェゴルスク地震により主要被災地ネフチェゴルスクに建設されていたフルシチョフカのほとんどが全壊。 実に、住民3200名のうち3、4が死亡することとなった。ちなみに同地に建てられていた木造住宅のほとんどは被害を免れている。上水道については、現在に至ってもあまり改善が見られず、台所の蛇口の水は煮沸させてから引用するのが常識となっている。冬器間の暖房については、アタプレーニエと呼ばれる地域暖房。 地域熱供給方式が取られており、集合住宅のいくつかごとに割り当てられた、アタプレーニエ用熱水供給施設より、各アパート棟そして各部屋の温水暖房機へ供給される温水熱により、暖を取っている。燃料コストの節約、効率化に有利だが、肝心の暖房使用選択の自由が住人には与えられず、アタプレーニエ稼働の管轄権を持つ、 行政機関部署の判断を毎年待たないといけない。暖房の強弱調整についても住人が干渉できず、ソ連崩壊後の混乱を経て、市民経済が落ち着きを、ある程度取り戻した今日のロシア中流海級世帯では、室内で薄着になり、アイスを頬張ると、未だに、住人各自の工夫で対応を迫られる。都市ガスプロパンガスはほとんど普及していない。1965年に、 サハリン、ユジノサハリンスクで建設されていたアパートでは、前日のセントラルヒーティングが完備されている一方、ガスの設備はなく、調理には薪を使う仕様であった。他の地域でも、台所の調理器具は、日本のように、ガスコンロは見られず、電気コンロが設置されているのが通常である。前日の、アタプレーニエ可動機関外であるカキにて、 浴室温水を確保する際は、浴槽に注水した水道水の中に、電動携帯湯沸かし器を挿入して、温水を沸かす方法が常態化しており、1990年8月20日朝ハリン州にて、この面倒で危険な家事手伝いを任された幼少の子供が大やけどを負ったのが、コンスタンチン君大やけど事件の原因とされている。火山にある典型的なフルシチョフ家の庭フルシチョフ家は、 旧ソビエト連邦全域に多数見られる。もともとこの建物は成熟した共産主義によって住宅不足が軽減されるまでの一時的な住宅であると考えられていた。フルシチョフは20年以内に社会主義から共産主義に移行できると予測した。その後、レオニード・ブレジネフは各家族に一人一部屋の確保と一部屋分の追加を 約束したが、今日も多くの人がフルシチョフカに住み続けている。標準的なフルシチョフカは、設計寿命25年の使い捨てと耐久性ありに分類される。この区別は、モスクワや他の豊かな都市で重要であり、そこでは使い捨てのフルシチョフカが、道路建設や新しい住宅の建設のために破壊されている。モスクワ市は2015年までにこのプロセスを終わらせる。 ことを計画していた。2012年時点で約1700棟の建物のうち1300棟以上がすでに破壊された。ありがとうございます。